はい、どうも、こんばんは、ピノです。今日はですね、アセットコルサにもっと奥多摩峠を入れてみましたので、プレイしていきたいなと思います。ちょっとお茶飲みます。はい、ということで、プレイしていきたいなと思います。奥多摩峠ということは、東京とかにあるんですかね。ということでね、いつものアウトでね、スタートしていきます。ああ、なんかフィードバックが強いな。おっと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 。はい、ということで、スタートしました。玉峠コースですね。割とあれですね、やっぱりこう、コーナーが急ですよね。普通に運転していても。で、これは多分下りだからまだいいんでしょうけど、上りだと馬力がないときついかなーっていうぐらい傾斜もありますね。まあ一応標識は40キロ制限になってますけども、まあゲームなんでね。やっぱ70キロぐらいでも出すとちょっともう、なんていうんですかね、ラインは持っていかれるというか、もう車線はみ出しちゃいますね。まあ車線はみ出していいんですけども、なんていうんですかね、こういう実際あるコースを運転するときって、なんだろうな、なるべくこう、車線をね、逸脱しないように運転してみたいような気になるというか、まあ40キロ制限のところ40キロで走るとね、さすがにゲームなんでね、このスピードになっちゃうんで、まあそれはね、ああ、フィードバック強いな。これはね、さすがにちょっと見てらんないと思うんで、もう少し気持ち、ああ、跳ねてる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 。気持ちね、早めに走りますけど、ああ、これは結構スピード出せないコースですね。実際に運転するんであれば。いやー、急だな、傾斜が。うわわわわわわわ。多分エンジンブレーキあんまり効かないですよね、これぐらいだと。で、湖が、まあ、割と前方に見えてくるので、あ、橋が見えてきましたね。ダムですね。ダムなんだね。右手にダムが見えます。で、今ヘッドホンをしながら喋ってるんですけども、こうトンネルの中に入ったりとか、また橋の上に来ると、このエンジンのね、この反響音もかなりこう変わってきてて、運転面白いですね。こういうの作る人本当すごいですよね。ここは割と、車線の幅が広くなりました。で、多分これちょっと車線はみ出しますけど、キャットアイですよね、これ。あ、でもあれか、キャットアイじゃないか。踏んでもフィードバックは来ませんでした。はい、真ん中にゼブラゾーンがあって、まあ一応40キロ規制ですけども、まあ50キロ、60キロぐらいで進んでいきます。大きく右に曲がってますね、コースは。ああ、山が綺麗ですね。なんか海外の景色みたいな印象も受けますけど、あれ、これはダムの上かな？さっき見たダムの上あたりを走って走行してますね。膝
左車線に入っていきたいと思います。40キロ制限、追い越し禁止ですね。スリップも注意の標識が出ています。ああ、これ今ちょっとたまたまかもしれないですけども、道路の補修されているような跡があって、この路面にあった40キロの制限のね、数字が薄いところがありましたね、1箇所。はい、まあ、ようやくフォースフィードバックとハンドルの軽さにも慣れてきました。まあ、ここでね、音が反響するんですよ。で、ここがね、地図、まあ、マップ上とか見てても、割とこうぐるーっと180度に近いコーナーになってて、その抜けた先はもう反対のコーナーなので、多分今の箇所はドリフトとかする人にとっては結構面白い箇所なんですね。そのまますぐ走っていきましょう。こう直線基調になってます。これはモッドなんですけど、レースもできるんですかね、このコースは。レースできたら面白いかもしれないですね。なんかまあ時折なんですけども、こう中継車みたいな、造形がオブジェクトが置かれてます。あー、跳ねる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 、すごい跳ねてるよ。はい、で今ここで視点をコックピットに変更してみましょう。視点をコックピットに変更しました。ちょっとね、エンジンの音がまろやかになったというかね、こもるようになりましたけども。でここは、片側2車線になってますね。なるほどなるほど。あー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。なるほどね、片側2車線というよりはこう跳ねるんです、このボコボコ今ね跳ねてますけど、片側2車線というよりはあれですね、左折、右折レーンがあったんですね、多分ね。景色的には秋かなとも思ったんですけども、山に雪が残ってるところを見ると春先とかでしょうね。まあ、下っていってますけども。はい。結構カーブはきつめです。で、まあ、奥多摩峠コースなんですけど、結構長いですよね、距離自体は。3速に入りました。おーっとっとっと、徐行。路面は結構ガタガタ言ってます。はい、これで、あ、ここで終点ですね、多分。はい、終点についちゃいました。じゃあ次ちょっと登ってみましょうか。よっ、ハンドルが重い。まあ、ちょっとね、逆走中止みたいなマーク出てますけども、ちょっと登ってスタート地点に戻ってみたいと思います。今度ね、多分上りが主体になるのでね、多分軽自動車だと結構きついかな、馬力が。3速とか入っちゃうとね、加速しなくなっちゃいますよね、多分ね。おお、結構ね、視界が見えないというか、ブラインドコーナーになってますね、コーナー自体が。おお、これでもあれだろうな、やっぱパワーのあるマシンで走ったら抑えられないでしょうね、私ぐらいの腕のなさだとね。まあ、今、奥多摩峠のコースを逆走というかね、登っております。
これね、結構傾斜がやっぱりきついですよね。今度ね、じゃあこっちの、この上りも途中までちょっと地点を外にしましょう。あー、ボコボコにいますよ。あー、もう揺れてます。トンネルの前にボコボコついてますね。滑るんでしょうね、多分トンネルの中が。おいおいおい、あー、まずいさ。まあでもここはやっぱりあれか、片側2車線になってますね。途半車線なのかな。あ、違うか、やっぱりあれか、右左折レーンなのか。うわーっと、こういうね、日本のコースが結構好きなんですけども、ゲームとかアセットコースターやってて、なかなかねスピードを出そうという気が起きないんですよね。まあアルトなんてね、どんなにベタ踏みしたところで100キロ出るか出ないかぐらいなんですけど、まあ今100キロ出してみますと、曲がんなくなっちゃいますからね。どこ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 、いやでもあれですね、もうゲームなんですけども、すごい空気が綺麗な感じが伝わってきますよね。すごい清々しい感じになるんじゃないですかね、実際に走ってみたら。多分実際にある道路だと思うので、で、ここで一回止まって、まあ、左右確認しつつ、まあ、渡ると。で、ここ今、ダムの上ですね。で、ダムの上を今、降りて、もう、このダム越えると中間地点ぐらいですかね。じゃあ、支点をまたドライブ。コックピット視点に戻します。結構道のゴツゴツした感じがハンドルに伝わってきます。これはお寺なんですかね、右手に見えるのね。おおほほほほ、下る下るね。多分実際に運転しても今みたいな声出ちゃいますね、どうしてもね。はっはぁ、徐行、この橋越えたあたりから多分上りが結構きつくなるかと思います。よっ、おぉ、あー、もう全然スピードがもう出ませんね、馬力が。あー、ちょっとブレーキ踏んじゃったらね、もう2速で上がってますもんね。あー、もう全然ですね。あー、急だな、しかし急だこれは。あー、ガタガタ言ってますよ。次が4連ヘアピンが来ます。これマニュアル車で坂道発進とかなったら嫌な感じのところですね。
あ、そうか、今ヘアピンの1個目ですね。よっ、これ途半車線なのかな、右の。あ、ごめんなさい、左のこっち側ね。多分途半車線かもしれないですね。でこの奥多摩峠コース割とよくできてると思うので、まあ、あとダウンロードもね、インターネットのサイトからすぐ見つかると思うので、ちょっとね、入れてないってことはないかな。このソフト自体がもう4年前のソフトですからね、まあ、やってみてもいいと思いますね。これ多分途半車線なんだと思うんですよ、こっち側がね。おお、大回りだから怖いな。おお、あー、でも短い、あー、事故る。でもうそろそろ山頂に着きます。でね、パーキングみたいなところから出てきましたけどもね、この右手側ですね、この入り口が狭いところに出てきましたけども、もうちょっと一回奥まで行ってみましょう。多分奥終点になってて、もう途中で行けなくなってますね。この日産、三菱、トヨタの看板があります。はい、ということで今奥多摩峠をですね、行って戻ってきました、アルトに乗って。今回はね、ただそれだけの動画です。すいません、もうね、ゲームの企画、これやろうあれやろうっていうのはちょっと思ってるんですけどもね、今ちょっと毎日更新することの罠というか、大変だなっていうところに今陥っておりますけどね。まあ YouTube、まあ僕にとって筋トレみたいなものなので、こういう感じでもね、上げていこうかなと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次回はね、何しようかな。アセットコルサはね、まあやりたいことが一つあるんですけど、ちょっとね、オーバルコース使って同一車種で、ドラフティング勝負のね、レースを一回やってみたいなと思ってるんで、まあそれは多分近々上げるかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また高評価ボタンもよかったら押してってください。それではまたお会いしましょう。さよなら。